ファイターズの新たな本拠地、北広島市のエスコンフィールド北海道。先月30日、華々しく開幕戦を迎え、およそ3万1000人が歴史的瞬間を見届けました。しかし試合が終了すると、こちら北広島駅に下車するのがこちらになります。どこを見ても人、人、人。バス乗り場がどこかわからないほどの行列です。帰宅する観客たちで周辺は大混雑となりました。新札幌行きのバス60分待ちって聞いて、さすがにそれは無理だねって言ってタクシーに並んでるんですけど、あんま変わんなさそうだなみたいな。新球場は北広島駅や新札幌駅、新千歳空港など4つのルートをシャトルバスが運行しています。バスで球場から戻ってきた人、そして歩いてきた人、それぞれ別々に分かれて改札の中へと入っていきます。新球場からおよそ 1.5 キロ離れた JR 北広島駅は、バスの利用者と歩いてきた人たちが駅の通路に長蛇の列を作っていました。並んですごかったんで出れなそうだったから、8回9回ぐらいの時に出てきてたので。どうですか、エスコンフィールド、いい感じしましたか？交通がもう交通ちょっと大変かな。一方、4000台が収容できるという駐車場もご覧のような混み具合、渋滞となっていました。どうやって来ようか頭を悩ませたというファンも。なかなか今日試合まで出れないですね。ねえ、なんか昨日は駐車場が取れなくて、あのシャトルバスとか JR かいろいろ乗り継いできたんですけど、ね、こっち楽かなと思ったらなんか全然出れなくて大変です。開幕3試合でそれぞれ3万人ものファンが来場したエスコンフィールド北海道。見えてきた交通アクセスの課題は今後改善されるのでしょうか。こんにちは、景色ひろみです。北海道ボールパーク F ビレッジ、華々しくオープンしました。ただそれと同時に課題も見えてきたようです。ボールパークへのアクセスの問題、今回はこれを取り上げたいと思います。さて、ボールパークのホームページを見てみますと、4種類のアクセス方法が紹介されています。それがこちらですね、電車、バス、車、バイク、そして自転車と。まず1個ずつ見ていきますと、電車というのは最寄りの JR 北広島駅を指していまして、徒歩でボールパークへ向かいますとおよそ 1.5 キロ、まあ人によって速度は違うかもしれませんが、だいたい20分から30分かかるということです。30日の開幕日、 JR では10本の臨時列車を走らせ、最終の列車は24時10分。駅に入る人たちの入場制限も実施されましたが、大きなトラブルはなかったということです。さあ、そして2つ目のバスなんですが、こちらについては VTR でもありました通り4つのルートがあります。別の図を使って見ていきましょう。こちらですね、北広島駅の他に新札幌駅、そして野っぽろ駅、さらに新千歳空港と、それぞれを結ぶシャトルバスがありますが、それぞれ値段や運行本数は異なっています。そしてホームページ上では所要時間がご覧の通り示されていますね。新札幌駅ですとおよそ25分、新千歳空港ですとおよそ55分かかるということなんですが、30日の試合後、ボールパークのバス乗り場には新札幌駅行きが最大90分待ちという看板が掲げられていました。そして、4つのアクセス方法を見ていきますと、車とバイク、こちらについては4000台収容できるということなんですが、試合が開催される日には事前予約することが必要です。そして自転車ですけれども、 F ビレッジの沿線道路に2カ所駐輪場が設けられるということです。
さあ VTR でもご覧いただきましたが、シャトルバス乗り場には大渋滞、そして駐車場から出る車も大渋滞、実際にはどんなことになっていたんでしょうか。3月30日開幕日に検証を行った交通システムの研究が専門の北海学園大学鈴木宗嗣教授にお話を伺いました。駐車場出るときにもかなり待ったという声もあったんですが、その辺はいかがでしたか。私はですね、試合終わった後に直後には出ないで10分15分ぐらい、まあ、いろいろ見学したんですね、あのボールパークの中を。だいたい9時45分ぐらいに車に乗ってさて帰ろうっていうふうにしていました。ただやっぱりすぐには出れなくって、私やっぱり10分15分ぐらいは待ったんですけれども、でもそれでもですね、1時間待つような状況には、まあ、ラッキーなことに私が出た時間帯にはならなかったです。ただな、これがね、30分ぐらいずれるとかなりこう渋滞したっていうようなことも聞きます。 JR がどうだったのかということについては、 JR さんも相当頑張ってくれて、もともと予定なかったような臨時列車もなんか出した。本州の方では試合の進捗状況に応じてどれぐらいの規模の臨時列車をどのタイミングで出すかみたいなのすごいこう経験を蓄積する。このあたりもですね、 JR さんももちろん球団と情報共有しながら、だいたいこの試合パターンはだいたいみんな早く帰り始めるよとか、あ、このパターンだとすごい混むよとか、この蓄積をしていくとおそらくはもっとスムーズにいくかな。大事なのはできるだけデータとか経験をしっかり蓄積して、それを短時間で分析して早いうちに対応する。中期的には交差点こうしようとかっていうものはちょっと中期的な観点でそこは協力しながら変えていくっていう、この2つの組み合わせをやると一気に交通渋滞とか解決すると思いますので、それみんな協力してやっていこう。それを待つ心の余裕、許容度、優しさみたいなものは大事なことかなと思いました。はい、鈴木教授は車のほかシャトルバスも検証されたということなんですが、北広島駅からボールパークまでのシャトルバスを利用してみて2点気づいたことがあったそうです。こちらにシャトルバスのルート、北広島駅からボールパークまでのルートをこのように出してきています。ちょっと写真は古いのでボールパークがまだ工事中だったりするんですけれども、まあ、ルートは変わりません。で、気づいたことというのはですね、途中のこちら道道1080号とこのシャトルバスの交わるこの交差点でのことだったというんですが、ここが渋滞の発生を引き起こしているというんです。その交差点付近を拡大した地図でご覧いただきましょう。こちらですね、ボールパーク通りに差し掛かる交差点は右折、直進、左折用と3車線あるんですが、そこに至るまでの道路というのは2車線なんですね。で、何が起こるかと言いますと、実際に鈴木教授がバスから撮った写真がこちらになります。右折待ちの車が数珠つなぎになってしまい、車体の大きなバスは真ん中の直進レーンになかなか入ることができなかったということなんです。これはいずれ改善していくべきだというふうにおっしゃっていました。さあ、そしてもう一点、再びこちらのルートの地図に戻りまして、シャトルバスはF ビレッジの敷地内に入る際にまた右折があるんですよね。この右折の時にもう一つの課題が見えたということです。先生が実際に撮った写真でご覧いただきますと、対向する直進車が続くためにしばらく曲がれなかった、1分ぐらいを待ったんじゃないのかなというふうにおっしゃっていました。鈴木教授は、例えばたくさんの人数が乗っているシャトルバスは優先的に右折ができるようにするといったルール作りをすることで、バスの回転率が上がり、行列の解消につながると、そしてそれはすぐにでも対応できると指摘していました。ボールパークのアクセスについては改善点があることは明らかになりましたが、公式戦が行われたのはまだ3回だけです。これからデータそして経験を蓄積して問題の解決に生かし、利用する側もできるだけ分散して帰るというような行動の変革や協力の姿勢を示すことが必要になってきそうです。球団に、 JR に、そして自治体に何とかしてというばかりでなく、一人一人ができることをやることで全体として北海道モデルと呼ばれるような新しい野球観戦文化を作っていきたいと鈴木教授はお話しされていました。
今後どう改善されていくのか、1ヶ月後や3ヶ月後、そしてシーズン終了時あたりにどうなっているかというところを期待して見守っていきたいと思います。リサーチ北海道、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。